Hey guys! Woohoo! No behind me for now! 初めてのアップデート。あー！ということで今回もフォートナイトピクロイチャレンジやっていきたいと思います。今日、私がフォートナイトプレイしようと思ったら、アップデートがあって、アップデートに3時間半くらいかかったんですけど、今回アップデートがね、なんかあったっぽくて、まあ、新しい衣装だったり、新しい武器だったり、なんかいろんな修正があったりだとね、なんかいろんなことがあったっぽいんで、ちょっとそれをね、試しにやってみようかなと思いまして、初めてなんですよ。マクラーレン！マクラーレンはあるんだけど、かっこいい！おい、めんどくせえ、また課金しねえといけねえじゃん。私今、ランボルギーニ乗ってんだけど、マクラーレンがある。これかっこいい！プリウスミサイルがもっとかっこよくなる。あ、こういう感じでね、いっぱいアップできたっぽいんで、ちょっとね、アップデートポイントを押さえながらね、やっていきたいと思います。なんかね、パパーっとね、フォートナイトどんなアップデートがあったのかちょっと調べてみたんですけど、なんかね、黄金のバナナとかいう、めちゃくちゃ卑猥なアイテムが追加されたっぽくて、なんかそのアイテムの効果が、バナナを食べるとユキトラちゃんのバナナがでかくなるみたいな最高な効果を持ってたんですよ。なんで黄金のバナナを目指していきたいのと、あとなんかケルベロスとかいうボス、ケルベロスとかいうボスのなんか体力が上がったみたいなのと、あと何があったっけな、私ね、リアンさんのね動画ちょっとパパパッと見ただけなんであんま覚えてないですけど、そんな感じのアップデート内容があったんで、ユキドラちゃんがね分かりにくい説明するよりはリアンさんの方を見た方がいいので、リアンさんの方を見てみよう、もらえると嬉しいです。どこだったっけな、なんかね、冥界だったっけな、冥界に確かね狼がいるんですよ。だからちょっと冥界に行って、その狼の撃破みたいな挑戦みたいなやつがあるっぽいんで、ちょっと挑戦していきたいと思います。勝てるかな私狼に。まあでも見た目めちゃめちゃ強いハデス持ってるからギリギリ勝てると思うし、私なんだかんだフォートナイトやり込んでる系 YouTuber だから、おそらくコンピューターごときには負けない。あのね、初見さんいらっしゃるコンピューターなら結構きついんですけど、普通のね、狼、負けるわけねえだろ、こっちは銃持ってんだぞ。銃対ケルベロスで負けるわけがないんですよ。っていう感じで調子乗ってるんで、ちょパパッとね、ケルベロスぶち殺していきたいと思います。で、黄金のバナナ、どこにあるのか全くわかんない。ユキドラちゃんも黄金のバナナ常に持ってるんですけど、さすがに自分のチンチンは食べたくないんでね、はい。しかも猿の大好物、バナナということで、ちょっと楽しみなんですよね。めっちゃ強かったらどうしよう。まあ、例えば、体力が2倍になるとかね。周りにいるキャラから HP を奪うとか、あとこのキャラクターのチンチンがでかくなるとか、なんかそういう感じの強いねアイテムだったらめちゃくちゃ嬉しいんですよね。黄金のバナナだからだいぶ見た目いかついよ。さあ降りてきました。ちょっと待ってよ、私さあまりここ降りないからさ、どこにアイテムがあるとか全く分かんないんだよね。とりあえず初動負けないように立ち回っていきたい。私だってね、フォートナイトね、なんだかんだもう初心者って言ってるけど、まあもう戦える年頃ですよ。ほらいた、ボットかな、よしいいぞ。ボット狩りマスター雪空って呼んでください。私のこと今日から呼んだやつ全員ぶち殺します。これじゃない、こいつに挑戦すればいいのかな。ちょっと待って、武器がうんこすぎるのとポーションがないんで、さすがにまだ挑戦できない。さすがに私ケルベロスそんなに舐めてないよ。舐めてほしいけどね、バナナは舐めてほしいけど、そこまで舐めてないからケルベロスのこと。ちょっと武器だけは強くしておきたい。この緑色のやつさ、うぜんだけど、この瞬間移動一生出てくる。え、これスキンだから、こういうスキンだったら一生この緑色のえらーってさ、枝豆が出てくるとかそういう感じかな。ちょ、ポーション欲しい、ポーション。チビでもいいし、デカでもいいから、ちょっとポーションが欲しい。お、やり合ってるね。曲乗りしに行く。あ、いるいる。チッ、やれねえじゃねえか。いたー、ちょっと待ってよ。オッケー、ありがとう。ただ、このボット狩りマスター雪ドラでもちょっと落下ダメージで死にたくはないんで、回復がしたい。ものすんごく。ものすんごく回復がしたい、私。よし、挑戦してみよう！ゼウス持ってるし勝てるでしょ。で、そのケルベロスが強くなったら、待っている。天才的なエイムだな。よし。やっぱ、ボット狩りマスター二郎雪ドラマジ強えな。で、これを、挑戦するにしたらどうなるか。何してんの、石像を倒しちゃダメでしょうか。誰かさ、私は何、ちょっと待って、ケルベロスじゃないこいつら。誰、
帰るマジで。なんか見た。こいつ雑兵じゃねえな。おい美食屋匠、これ黄金のバナナ持っとった今。ちんちんでかくなったかな。これさ、しょっぱなから起動したらめちゃくちゃおもろくない？ほら、なんも知らねえな。よし、しょっぱなから起動してやったぜ。これでもうわけわからんことになってるっしょ。ほら、なんも知らねえな。武器もなんも持ってねえな。誰かやられてくんねえかな。イカロスの翼ある、逃げようかな。これで荒らすだけ荒らし、逃げようかな。誰かエリアってくんねえかな、マジで。お、AR 持ってる。ただこれでね、あのコンピューターとあの本物の敵の区別が私が分からなくなりました。やり合ってんじゃん。あいに、この嵐最強かもしれない。これやり合ってる。あい、お疲れ。解散解散。で、私もあいつらをどうしよう。私があいつらどうしよう。やばい、お前こっち来んなよ、ザコ兵士ども。お前しばくぞ。お前おい、ザコ兵士やめとけやめとけやめとけ。私プレイヤーや、プレイヤー。オッケーオッケー、私プレイヤーで、プレイヤー絶対やっちゃいかんことしてる。よし、デカポン来た、デカポン。待って、お願い待って、お願い待って、見て聞いて欲しいのは私のジャイアン。ちょ、私思ったんですけど、あのね、クソザコ兵士にも勝てない私がケルベロスの強さがどれだけなんかっていうね、あの調査するなんて、マジアホだと思うんで、ちょっと普通にドンカツ撮っていきます。普通にドンカツを撮る動画になってしまって申し訳ございません。で、あとね、あの黄金のバナナがすごい気になる。やっぱり下ネタ系 YouTuber として黄金のバナナだけは一回見ておきたい。私に欲しいもんね、黄金のバナナ。なんでとりあえずこいつら絶対喧嘩売らないようにします。よし、逃げるぜ相棒。絶対に逃げてやる。あいつからは100万勝てないと分かるから。逃げます、逃げます。もう私ね、あの強いやつに喧嘩は売らないんで、売るだけ売って買いませんから。あ、買ったら逃げますよ私は普通に。さあ、バンバン逃げていきましょう。何だよ、俺が芝居。おい、これてめえ芝居でやるよ。オッケー、まずザコ1枚やった。さっきの雑兵の方が強いんじゃねえのかおい。え、近くいる。え、すげえ。ほら、あーん、来た、これだ、新武器黄金のバナナ。熱い、ポセイドンも仲間にしたし、ちょっとさっき敵いたんだよな。こいつしばきに行こう。こいつしばいた後に黄金のバナナで乾杯しよう。どこにいる、私どこにいる、消えた、逃げ散らかしたか。やいー、よっしゃ、黄金のバナナ手に入れた。どうなるんだろう、雪ドラちゃんのチンチンとポセイドンのチンチンがでかくなるのかな。とりあえずいっぱい武器揃えて負けないようにしたい。よし、黄金のチンチン食べればドンカツ取れる説やっていきたいと思います。この黄金のバナナってどうやって使うんだろう。え、何してるの。なくなった、食べるんだ。なんか、つけたり投げたりするんじゃないんだ。私、チンチンにつけるかと思ってたのに、あ、めっちゃジャンプ力上がってる。え、これってどれだけずっと持続するのかな。あ、全然だ。一瞬だけかよ。雑穀で、ね、何が強い。え、真面目に何が強い、黄金のバナナは。ちょっともう一回黄金のバナナ手に入れに行かんといかん。よしよしよし、もう無駄遣いしない、もう無駄遣いしない。よし、黄金のバナナゲットした。熱すぎる。よし、この黄金のバナナ使ってガチトンカツしてやる。とりあえず物資を集め散らかして敵をキルしまくります。ちょ、言い訳させてくれ。今ね、飲み行ってて、帰ってきて朝の7時に撮ってんのよ。だからエイムがうんこだし、立ち回りもうんこだし、まあ戦いに勝てないと、そういった言い訳をちょっとダサいけどさせてくれ。みんな、いいか、いつもの雪乃ちゃんだったらもうバチクロって言うから。ほら、言ったべ。よーし、これラストマッチにします。これ無理だったら、もうちょっと今日は体調が悪いんで、負けたと言い訳ができるんで。はい、あいつしばきいっぱいいったらもう、そこしばくわ。
逃げ足だけは早いな。まあ私のエイムが上手すぎてお話にならないかな。あ、どこに消えた？どこ行ったの？何を待ってるの？まだいるみたいだな。こいつが飲んでたやつ、関節キスしちゃおう。関節キスしちゃおう。オッケー。いるね。やり合ってる。やり合ってる。ちょっと先こっちにしまくか。いた？領域展開しよう。領域展開。やり合ってない。私の領域にぶっ込んでじゃねえぞ。いっぱいやり合ってる。どこ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 。こんばんは。絶対だけ元気してる。オッケー。よしよしよし。おっと、ラストマッチにして雪乃ちゃん覚醒ダウン。やり合ってる。めっちゃやり合ってる。とつるか。よし行くぜ。バナナをよこせ。私にぶっ飛ばして待って。どこいる？敵どこいる？いた。ぶっ飛ばしてベイベー、食らいやがれ。よし。あ、すいません、ベジータが出てしまいました。どこいる？いや違う。は、どこいる？よし！とりあえずザコやっといて。よし7キル7キル。順調順調。会長ゆうこだ。いた。ぶっ飛ばしてベイビー。らしいぞ。私やり行くか。近い方が得意だな。ぶっ飛ばしてベイベー。アミスター、やっと使うっきゃねえ。こうなったらまだいる。どっか見つけた。あいつだ。ただまだここにもいる。ちょ待って、めっちゃ敵いるこの辺。お前らとはまだ戦いたくねえ。あ、そこに消えた。あ、消えた。いやー、ゼウス無駄遣いしちゃった。ただここにもいるんだよな、一番。なんでなんでなんで、なんで、お前何してんの。え、こいつ誰？え、こいつ誰？え、なになになに、急に撃ち始めた。よし、とりあえず全滅取って。ヤズースなくなっちゃった。11キル、すごいぞ。私更新した。ただまだいる。やばい、いた。いやー
最後まで見てくれてありがとう、マドモアゼル。ツイッター、インスタグラムもフォローよろしくな。最後に言いたいことがあるんだ。聞いてくれ。君の瞳に。Hey guys!